く訪ねてごめん。なんとか一人でやってみたけど、どうしてもうまくいかなくて、とてもとても怖くなってしまった。人に負けないものが僕には一つだけ、でも一つしかなくて、必死にそれを守ってきたけど、諦めそうになったんだ。大人になってくるとなぜか素直になるのが難しいね。僕も同じと思うんだ。負けばいいよと言ってくれた不器用な君の目のひらが僕の背中で温かいから、凍りついた気持ち溶け出して涙が止まらないよ。月が桜を揺らす風を僕の前通り過ぎないから、明日はきっと今日よりもいい日に決まっている。君がいてよ